はいと皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで本日もですねラバちゃんのユーロトラックシミュレーターおすすめモッドをご紹介していきたいと思います。今回はですねついに待ちに待ちましたあのナビモッド、久しぶりなんですけども、ついにですねあのこちらのナビをプラスするモッドがなんとワークショップに追加されましたので私導入してみました。あのね本当に見やすいこちらのナビがですね、計ですね2種類のナビが4箇所設定ですね。はい、あの右ハンドル左ハンドルで分けて設定できるようになってまして、今ちょっとねごっちゃで今入れてみたんですけど、こんな感じでですね本当にあの見やすい大きいナビ付けられるようになってます。で今これ左下に付けてるのがこれデフォのやつね。で右のやつが今回新しく入れたやつなんですけど、めちゃめちゃ大きい感じ。はい、あの前にさあのスパグレのさナビ見やすいって言ってたじゃない、スパグレのナビみたいな見やすさですよね。これ本当にいいと思います。ということで本日はこちらのナビモッドの導入方法をご紹介していきたいと思います。はい、ということで待って概要欄の方にですねリンク貼っておきましたんで踏んでいただけたらなと思います。 TJS-HD-GPS モッドということで、はい、こちらに今載っております通りあのこっちにも付けられるんですよね。はい、でまあ真ん中のこのフロントガラスのところにもフロントウィンドウのところにも付けられて、でこのような感じでいろんな感じで付けられるようになっていると。で一番やっぱ置いてナビ置いてみんのがねこれこの角度ですよ。はい、すごい見やすいと思います。本当に見やすい。まあ何個もつけるって感じではないんですけど、ここのこのエリアのこれも見やすいっすね。でこれ右ハンドルにも対応してるんで、はい、どっちでもいけちゃうっていう素晴らしいモッドとなっております。制作者様ですねこちらザ・ジェッツ・ストリームさん。はい、こちら多分スペルでTJS って書いてあるんですね、多分ね。はい、でこちらのロゴで表示されますんで覚えておいてください。でこちらあのサブスクございますんでサブスクしていただけたらなと思います。モッドマネージャーの方に戻ってまいりました。 TJS-HD-GPS ですね、こちらクリックして、パーツモッド、チューニングモッドとなっておりますんでパーツのところに置いていただけたらなと思います。そうしましたら変更確認します。はい、とそうしましたらこちら整備工場の方にやってまいりました。室内アクセサリーですね。はい、んでそうしましたら、ダッシュボードセットですね。はい、私の場合はこのセンターテーブル置いてるんですけど、まあシルズメガパックとページですね。はい、こんな感じでシルズメガパックのナビとかがあのアクセサリー置けるページのところで、このさっきのですね TJS さんのロゴのところでナビ変えられるんで、はい、で TJS-HD-GPS レフトっていうものが左ハンドルで、右ハンドル用ライトっていうものが右に向くってやつですね。これ2つあるのと、下の方に行きますと、GPS-V2 ってものがございます。 V2 はちょっとこうちっちゃい感じね。はい、内取りがされてるって感じ、うん、のこちらのナビが置けると。私個人的に言うとやっぱりちょっとこっちの大きいやつが好きっすね。でこれ場所でちょっと変わるんすよ。こんな感じでちょっとこっち向きになるでしょ。もうちょっとこれとかさ、なんかこう同じ場所に置いてない、場所によってちょっと角度が違うので、はい、そこちょっと見ながら置いていただけたらなと思います。まあプレイするときにさこういう画角でプレイすると思うんで、はい、ね、ちょっとこう広く見えますよね、こうやって見ると。でまあ俺がいるんで、まあ俺ちゃん使う分には多分これ、はい、こんな感じですよね。俺の顔があって横にちゃんと出てくるみたいな感じですね。はい、であと上にもつけられるんで、このこれっすね、これでもつけられますんで、はい、これで選ぶと思います。これこっちかな、これですね。はい、こんな感じでこれでもこっち側につけられるし、右ハンドルよりもつけられるということになってますね。はい、これもそうかな。でこっち側はですねちょっとあの車種で若干変わってくるのかもしれません。はい、
スカニアの、私今2016年式のやつ乗ってるんですけど、2016だとこっちはつかないと出てきてないので、はい、そこはちょっとね車種で変わってくるかもしれません。なのでまあ俺の場合はねやっぱりこれっすね、はい、これがちょっと一番見やすい、俺的に結構おすすめなこの組み合わせですかね、はい。で確定すると、はい、特にですね設定とか特に何もなくこのような感じで付けられるようになっているということになってます。すごい見やすいっすよね、はい、見やすいと思います。でもう一つちょっとポイントなんですけど、はい、ということで V2 の方今つけました。 V2 の方のナビはですねちょっと方向の指示とトリップメーターがついてて情報が結構出るんですよね、はい。なのでそちらの細かい UI ってものがちょっとプラスされるっていうのが、V2 の方のちっちゃい方のナビ、はい、プラスされてるっていうのがありますんで、はい、こちらの方、まあ、好みでちょっと使っていただけたらなと思います。私はちょっと左の方の TJS ナビの方が私はちょっと好みっていう感じですかね、はい。だからまあ本当にねスパグレのナビっぽい感じで見やすいので、はい、タブレットナビみたいな感じですごい見やすくなってますんで、ぜひ皆さんねこちらのナビで困ってらっしゃる方いらっしゃったらちょっとねこちらの方ぜひ参考にしていただけたらなと思います。今まではありそうでなかったモッドなんで、はい、結構しかもワークショップで入れられるっていうね本当にいいモッドとなっております、はい。ということで本日はですね TJS さんのナビ追加モッドをご紹介いたしました。参考になった方ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでまたユーロトラックシミュレーターのおすすめモッドねございましたらご紹介していきたいと思います。今度はそちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。